PTB パークです。北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズ、この一戦をお送りいたします。ファイターズの先発は左の加藤、対するバファローズの先発は右の山本、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。バッター郡司、第9球投げました、ストライク。第2球投げた、高め決まってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた、ボール。次は4球目投げた、打ちました、鈍いゴロ。一塁送球アウト、これでツーアウト、ランナーありません。0対0で迎える3回です。ワンアウトランナー一塁という場面で郡司、最初のバッターボックス、初球打ち引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第2球投げた、打った、ファールボール。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、センターバックフェンス直撃、石井二塁蹴って三塁へ、一塁ランナー三塁回ってホームをつく、ファイターズ1点先制、1対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。さあ、追加点のチャンスにバッター浅間、第9球投げました、低め、ストレートは外れてボール。第2球空振り、第3球アウトロー際どい球、ボール。第4球を投げました、打ちました、ファール。さあ、5球は5球目、膝元、ボール。次は6球目、高めの球、見逃し三振。第9球アウトコース低め、ストライク。第2球投げました、打ちました、追い込んで投げました、インコースのボール左へ、ファール。投球これから4球目、直球低めボール。さあ、投球は5球目、インローボール。第6球を投げました、スプリット、空振り三振。3回の裏が終わりまして1対0、ファイターズ先制点を挙げています。ファイターズリードで迎える5回です。ツーアウトランナーなしという場面で郡司、投げた、これはいい当たりだ、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、スタンドへ叩き込んだ、初球を完璧に捉えました、2対0、リードを2点に広げます。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。先ほどのプレーです。この回は上位打線から始まります。先頭バッターは指名打者郡司、今日はチームの全打点を叩き出しています。初球を打ちました、ヒットになります。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う郡司、いいバッティングを見せました。バッターは3番浅間、浅間大輝。第9投げた、縦のカーブ、ボール。投球これから2球目、スプリット見送ってストライク、変化球にキレがあります。投球はこれから3球目、スプリットはボール。第4球を投げた、打った、スタンドに入りました、ファール。第5球投げた、低め、外れてボール。第6球を投げた、打ちました、詰まった、ショート右横のフライになりました。二塁キャンパスの横、取りました、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第1球ボール。第2球外角低め、直球は外れてボール。
第3球を投げました。ボール。第4球はあっと打ちました。掴みました。郡司飛び出している。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球インコース低め、スプリット外れてボール。第2球投げました。ストレート見送ってストライク。第3球を投げました。高め、ボール。第4球を投げました。低め際どい、ボール。第5球投げました。打ちました。これはいい当たり。さらに伸びていく。入った、入った。ホームラン、ツーランホームラン。左中間スタンドに叩き込んだ。ヒットを逃しませんでした。チームメイトが迎えます。さあリプレイです。加藤、見事な完封勝利。ファイターズ見事勝利を収めました。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。